はい、酒好きな新潟人の石戸賀です。今回は、日本酒です。久々ですね、日本酒。こちらが、八海山の、絞りたて原酒生酒のですね、この赤ラベル版。これ以前飲んだのが、この青いやつ、これの字が青かったやつで、こちら赤ラベル版が、12月限定販売っていうか、限定醸造。限定で、12月とか1月ぐらいしか売ってません。ので、ね、かなりレア。で、しかもこれ、純米吟醸。純米吟醸生原酒。2015年冬となってまして、純米吟醸なんで、非常に高かったんですよ、これ。これなんと、これ720ml のこれ、容量なんですが、なんと値段が2200円ぐらい。たっけ。びっくりしたよ。はぁと思って。で、普通のやつ、これ、普通の、青ラベルのやつも売ってたんだけど、そもそもこの赤ラベルがなかなか手に入らなくて、売ってなくてね。でも今年中にとりあえずね、飲んでおきたかったんで、探して、ね。青ラベルはこれの容量でだいたい1000円ぐらいで売ってる。で、用冷蔵ってなってますね。あ、これ用冷蔵なのか。本製品は熱処理をしてない生酒ですので、冷蔵にて保管してください。弊社では生酒の特徴である新鮮な香味を味わっていただきたいと考えております。多様な栄養成分や旨味を有する日本酒は時間とともに変化し、変化の度合いは保管条件により異なります。保管温度が急激に変化しますと雑味などの成分が出るなど、品質が大きく変化する恐れもありますので、お取り扱いご注意ください。こちら名前が越後で候っていう。越後で候の赤ラベルというようになってます。アルコール度数が 17.5 度、原材料名が米かっこ国産、米麹かっこ国産米、精米具合が 50% となってます。こちらが八海醸造株式会社、新潟県の南魚沼市の会社です。アルコール度数が 17.5 度なんで、ね、非常に高い。で、普通に忘れてたんですけど、これ冷蔵保管してなかったんで忘れてた。普通に忘れてた。しかもこれあれなのか。珍しい。これ一升瓶じゃないのに。4号瓶なのに。これあれだ。一升瓶と同じ。このキャップが。あの一升瓶のやつ。同じ。スクールカップキャップじゃないわ。うわ。めっちゃ発酵してない？今めっちゃなんかビュービュービューって出たやつ。やばい。発酵っていうか多分これ、常温保管してたから、保管っていうか、これ冷蔵庫だ。これ今度冷蔵庫に入れとかね。やべえ。せっかくまあ、買って、まだ、何日だ？ 3 日ぐらいしか経ってない。二日ぐらいしか経ってない。大丈夫。乾杯。うわ。うわ。甘い。やっぱ、純米はやっぱ甘い。だけど、後味が、スッとなくなる。最初こう口に入れて、ああ、甘いなと思ったら、スッと、消える感じ。ですね。なんか、そんな感じ。結構、飲みやすい。純米、うん。八海山ってもともとあんまり、全然甘くない。ほとんど水みたいな感じの
やつなんですけど。かなり甘いですね。かなり甘い。うん。これはあれだな。八海山ね。八海山越後で早漏、12月限定なんです。12月限定なんですよ。で、普通の青ラベルも一応限定なんですけど、10月から3月限定販売なんで、まあこれも秋から冬、秋から春あたりまで、10月から3月だから、1、2、10、11、12、1、2、3だから、半年間しか売ってない商品なんですね。うん。で、青ラベルはそうなんだけど、赤ラベルはもっと限定で、年に1回12月限定で発売される、純米吟醸の絞りたて原酒ですってなってます。で、容量が 300ml と 720ml と 1800ml のがあるんですけど、300ml のやつ欲しかったんだけど、売ってなくて、うん。たんです。あーでもうまいな。八海醸造が培った技術のもと、長期低温発酵にて丁寧に仕込まれます。純米ならではのまろやかさを残し、搾りたて原酒のフレッシュな荒々しさだけではない洗練された旨味を追求しました。となってます。あ、度数だけだとあれなんだね。青ラベルが19度あるわ。度数、青ラベルの方が高いんだね。で、日本酒度がプラス4。こちらが日本酒度がプラス0です。プラスマイナス0。だから、青ラベルの方が、どっちかっていうと、辛い。辛口なんですね。で、こちらが酸度が 1.9。青ラベルが 1.7。で、あと、アミノ酸度とかもありますが、精米部合がこちらが 50% となってて、青ラベルの方が精米部合 60% なんで、まあ、50% って言うと、米の半分を削る。で、青ラベルは 60% って書いてあるから、60% 残してるってことは 40% 削ってるんです。まあ、日本酒でいくと、削った分、うまいところだけ残すんで、やっぱり削った分、高いんですよ。OK。で、こちら、塩米が、山田錦、かけ米と麹米。で、500万石、他、となってます。いや、でも、うまいな。これ、青ラベルが多分、うまいぞ。俺、青ラベル飲んだとき、そんなにうまくねえわって言った記憶あるもん。大してうまくねえわって。言った覚えあるもん、なんか。でもね、関係ないんだけどね、つい最近、あれ、ほら、豆腐にちょっとハマってしまって、で、まあ、ちょっと明日あたり適当に豆腐飲みながら、飲みながらじゃあ、豆腐湯豆腐ね。で、今日ね、スーパー行ったらね、俺がよく行くスーパーがあるんですけど、そこでね、普通に豆腐がね、1丁だいたい300g。300g で豆腐がね、なんと29円で普通に売ってて、なんじゃこりゃと思って、買いまくったんだけど。あれやべえ。うん。まあ、豆腐はね、やっぱり、男前豆腐か。男前豆腐もいろいろ買ったんですけど、豆腐シリーズで有名な。男前豆腐めっちゃうまいんさ。マジで。あれも大好きなんだけど、ね、まあ、あれを、ちょっと、いただこうかなと。
あ、でもこれうまいな。甘いんだけど、すぐ消えるんだよ、この甘さっていうか。あれがね。ススッとこう、消えちゃう。うまいな。ああ、生酒か。そっかそっか。今18度、部屋の中18度だから。かなりやばいっすね。かなりやばいっすね。あ、うまいわ。これ青ラベルか。全然うまい。やっぱり。高いだけあって。だって純米吟醸でしょ？だいたいがして純米吟醸っていうだけでそもそも高いんだ。純米吟醸っていう時点でも高いんだって。だいたい。で、それなのに、さらに純米吟醸で、なおかつ、生原酒でしょ？普通のだって純米吟醸じゃない。生原酒だから。生だから。普通のやつじゃないんだよ、結局。純米吟醸にさらに原酒だから。原酒だからね。一応、他にもあるんだけど、生詰めのやつね。特別純米原酒、八海山。これ俺前飲んだよ。これ前飲んだやつある。飲んだ。6月から8月限定発売。絞りたて原酒。でもそうだよね。純米とかってさ、結局さ、冷蔵庫。純米とかだと、基本的にあれなのかな。純米吟醸っていうのは、純米っていうやつだって基本的にあれなのかな？冷蔵保存なんですかね。よくわかんないんだけど。冷蔵保存。冷蔵。やっぱあれなのかな。てか、これも気になるんだけどさ、これなんでさ、前から思ってたんだけど、なんでさ、このキャップってさ、1.8 リットルの一升瓶だけさ、こういうやつなんでしょうかね。なんでなんだろう。でもこれは珍しく、一升瓶でもないのに。このヘンテコキャップ。加熱処理を、ああ、やっぱ関係ねえんだ。関係ねえんちゃうわ。生酒だから、ね、
あれなんだ。やっぱ普通の純米吟醸じゃないんだよ、これ。結局。普通の純米吟醸だったら冷蔵保存しなくていいんですよ。ただし、これは生酒だから、火入れしてないから、火入れしてないんだ。結局。火入れはしてないからってこと。だから、うまい。うまいけども、その、あれなんだろうね。やばい。うまいけども、劣化が早い。うまいわ、これは。うまい。ただ、一つ言わせてもらうと、通常の、八海山の方が俺はうまい、と思う。普通種。うん。でね、俺のいとこに言わせると、俺が八海山で、ね、あればもうあと日本酒いらねえわって言ってたんだけど、今年のその1月の3日あたりに、いとこに会いに行ったんですけど。まあ、いとこの、40歳ぐらいのおっさんに、八海山なんて水じゃんって言ってた。八海山なんて水じゃんって言ってた。全然味ねえじゃん、みたいな。俺はそうは思わんけどね。一番多分俺が今まで飲んだ中で味ないなって思ったのは多分なんだったっけな、上善水のごとしじゃね、上善水のごとしか、もしくはあれだろう、腰の完売かな。腰の完売はでもまだ上善水のごとし全然うまくなかったもんな、あれな。本当にうん、上善水のごとしは全く美味しくないですね、あれは。うん、あでもやっぱうめえな。うまい、確かにうまいけど、まあちょっと甘いかな？ああ、甘いかな？とは思いますね。やっぱ口に入れた瞬間にこの、甘え。けど、その、うん、甘いけどすぐこう、ピュッと消えるからいいんだけど。まあね。うん、あ、でもやっぱうめえな。美味しいですよ、確かに。キャップ。これキャップについてちょっと調べてみようかな。一升瓶。キャップ。なんでこれ一升瓶のキャップってこんなんなんだろう。一升瓶用の王冠。うん。なんでこれ一升瓶用ってこうなんですかね。でも逆にすごいよな。これ一升瓶じゃないのに、四合瓶なのに。あれなんだけど。王冠なんだ。普通に全部さ、スクールキャップに統一すればいいのにと思うんだけど。違うんですかね。あ、よくわからん。なんでこんなさ、微妙に閉まらない、なんか。多分これ逆さにするとこれ水漏れるでしょ。多分。これ漏れるよな。多分漏れると思うんだよ。だから俺あんまり閉めたくない。
なんか、あれだよね。怖いよね。あ、やっぱうまい、うまいわ、これ。確かにうまい。うますぎてちょっと、ついつい進んでしまうわ。本当に青ラベルとは全然違うと思うよ。ちょっと覚えてないんだけど。あのね、うん、覚えてないんだけどさ。でも俺こんなにうまいと思った、青ラベルはこんなにうめうめ言って飲んでなかった気がする。てか最近ね、目隠しのあのさ、ビールのあれやったでしょ。で、あれからね、なんかね、俺もうビールいいんじゃないかなと思うようになってきたね。なんでかっていうと結局さ、もうビールって出過ぎなんだよな。もう、チューハイとビール。ビールもそうだけど、チューハイもそうだけどさ。あれさ、なんかもう冬はもうビール良くねって。うん。俺、冬にビール飲んでも大してうまくないよ、あれ、多分。夏ならいいけどさ、全然。冬は多分、あれ、良くないと思うぞ。良くないと思うぞっていうか、いや、あんまり、冬飲むもんじゃないぞ、あれ、ビールは。まあいいや。ということで。ああ、でもうまかった。久々にうまい日本酒飲んだね。うまい。ちなみに、八海山の、一升瓶も俺、これとついでに買ったんで、久々にね、また飲もうかと思いますけど。コクはないな。コクっていうか、いわゆる後味的なのはないよね。甘みはまあ、ちょっと強いと思うけど。まあやっぱ日本酒とかプラス4、じゃねえ、プラスマイナス0だから、こそ、だとは思うけど。いやでもうまい。これはうまいわ。まあ、でも、まあ、まあ、四つ星ぐらいでいいでしょう。うん。2444で少しありがとうございました。